お待たせいたしました。本日も京王の高速バスにご乗車くださいましてありがとうございます。担当乗務員矢武です。安全運転に努めますよろしくお願いいたします。このバスは富士急ハイランド川口湖駅富士山駅山中湖飛鳥駅です。 この後高速道路を走行してまいります。お客様の安全確保のため、シートベルトの着装ご協力お願いいたします。お客様にお願いございます。車内では携帯電話、スマートフォン、時計など元の出る機器、あらかじめマナーモードに設定の上ご利用をお願いいたします。また通話などはお控えください。 車内は禁煙です。タバコ、指定したところも含めご遠慮ください。またリクライニングご使用の際、後ろの方にお一言お声かけいただくなど、ご配慮お願いいたします。 車内の空調ですが、外気導入方式で稼働させております。 暑い寒いございましたらお気軽に乗務員までお伝えください。またトイレが車内後方にございます。ご利用ください。また移動の際走行中ですので大変危険です。十分にご注意ください。 このバスは上野原バス停、中央道上野原バス停まで乗車バス停ですので、各バス停に停車してまいります。その先は降車のご案内です。
降りの方がいらっしゃるバス停でご案内をさせていただきます。それでは狭い車内ではございますが、到着までごゆっくりおくつろぎください。
く一輪の3号車で、はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。でも2人って書いてあるから、ありがとう。はい、藤川花子さん、秋崎さん、はい、はい、9の A と9の B です。ありがとうございます。安全確保のためシートベルトの着用ご協力をお願いいたします。お客様にお願いいたします。お客様に車内設備のご案内をいたします。座席はリクライニングになっております。シートを倒される時は後ろのお客様に一声かけてから座席先のレバーをお引きください。お客様にも安全のためシートベルトの着用着用の際は窓際のお客様は黒のベルト、通路側のお客様はグレーのベルトをゆっくりお引きください。車内ではシートベルトさせていただきますのでしばらくの間ご注意ください。バス車内での電話通話のご使用は他のお客様と迷惑となる場合がございますのでご注意ください。ご協力
に来ないだったんで、さっきのバス停で、お連れの方、隣に行ってもいいですか、うん、じゃあ、連絡してもらいます。会話はなるべくお控えください。また会話はなるべくお控えください。
ます。岩岡駅です。
方いらっしゃいましたらお知らせください。
綿山です。中央の綿山、降りの方いらっしゃいましたらお知らせください。Thank you.
ご乗車くださいましてありがとうございました。降りの際はお忘れ物ございませんようご注意ください。それではバスが止まるまでお待ちください。
県中央道下吉田です。降りの方いらっしゃいましたらお知らせください。
待ちください。よろしいでしょうか。発車します。発車します。
ご注意ください。